はい皆さんこんにちは事業性評価起点の企業価値向上フォーラム主催者の青木でございます今日は非財務分析の5回目のミニ講義経営戦略についてお話をします最初にコンテンツをご覧くださいまず今日は4つありまして1つは経営戦略とは何か2つ目はなぜ経営戦略が重要なのかそして3つ目が経営戦略の調査ポイントは何なのか そして4番目がこの我々が取り組んでいる企業価値向上いわゆるソリューションビジネスと経営戦略を見ていくことの関係性についてこの4つを説明したいと思います。それでは早速資料の1枚目をご覧ください。まず経営戦略とは何かということであります。 で経営戦略についてはもちろんこれだけで1冊の本があるようなものだとは思いますけれども私はそのあんまり難しく考えることなく、えー、そこの1番目に書きましたように経営戦略とは会社をこうしたいこういう事業にしたいというその未来の企業像ビジネスモデルに向かってそれをまずその像をしっかりと作った上でそれをどうやって実現実際に実現をしていくかというストーリー 毎年毎年どういうふうにレベルアップしてその道に到達するかそういうあるべきありたい企業像ビジネスモデルに到達するかというそういうストーリーで表したものを中継年継なんかにも展開できるためのその大元のストーリーを経営戦略というふうに考えればいいんだろうというふうに思っております。そしてそのこの経営戦略 事業戦略においては、まあ、さらに5つのまあ領域を見ていく必要があると思っておりまして 1, 1つがまあ人、人材戦略ですねそれから2つ目が物これはいわゆる投資設備投資なんかの投資戦略それから3つ目が金人物金の金ですねのいわゆる財務的な戦略ファイナンス戦略 そして4番目がその会社のあるべき姿を実現するための,その理想の組織組織像というものの組織戦略そしてこの情報知財といったまあ システム戦略なんかもここに入ってくると思いますけれども IT 戦略システム戦略といった情報戦略をどういうふうにしていくかとこのまあ5つの領域についてこの大きなまあ企業像ありたいビジネスモデルを考えていくその成り立ちの5つの分としてあるということです。 そしてまあ基本的にこういったまあ経営戦略を考えていくうえていく上で,ですね大事なことが3つ目に書きました何を強化したら何を変えたら会社が大きく成長できるのか大きく変わるのかといったことを考えるのがまあ経営戦略の基本になってくるということだと思います。それでは次の資料をご覧ください 次の資料はなぜ経営戦略が大事なのか重要なのかということを書いたものであります。でまあ、資料の1番目を見てほしいんですけれどもまず私はですね会社の中社員ということに向けて、えー、そのあなたたちをどういう世界に連れていくよということを、まあ、会社の未来の姿未来の事業の在り方ですよね。 これを示すことで、えー、その毎年毎年、その年度計画等で示していく、その施策、政策の意味っていうものが分かってくるし、あるいはこういうことを求められているときに、あこういう経営戦略、未来にこういうことを行こうとして、会社として私の仕事のあり方、やり方について、あるいは能力開発も含めて、こういうことを求めていってるんだな。 そういうこういいいい見える化につながっていくということだとこだ思います分かりやすくして社員が社内がしっかりと目標を持って、えー、具体的に活動していくための必要なツールということで経営戦略が重要だとということでありますそれから2つ目がですね経営戦略というのは未来のあり,ありたい姿ありたい事業の姿ということを考えていくわけですけれどもそれはまあ自分勝手なものであってはなかなか難しいわけであります。 いわゆる会社が勝ち残っていくためには環境適合をしていくという上でその自分の属するまあ企業の業界ですねあるいは社会全体の変化環境変化というものをしっかりとまあ仮説ながら組んでいくそういうシナリオ作りというのはまあ欠かせませんでこういうシナリオを考えていくということはとても頭の体操にもなるわけです。 でよくまあ仮説、将来どうなるかなんて分かんないんだから、もう行き当たりばったり行くしかないよという人もいるし、まあ、それはそのあえて私は否定もしませんけれども、やっぱりいろいろ自分の業界がどう変わっていくかといろいろ仮説を組み合わせながらいくつかのシナリオを作っていうことで,です、ね、仮に自分が選択した経営環境変化のシナリオが当たらなくても、 ある意味でいうとその頭の体操した部分だけの,そのストレッチが効いた経営ができるということになるわけであります。それから3つ目がですねその年度計画の意味がしっかり出てくるということなんですね。 で冒頭申し上げましたように経営戦略というのは各ありたい各企業事業を持っていきたいみんなをここに連れてきたいということをストーリーとして数年後の姿として描きそれをどうやって持っていくかということを5つの戦略分野の中で示していくということになります。それをじゃあ実際にどうやって実現していくかというと5年かかるようなまあものであるとするとその毎年毎年の年度計画があります。 でその年度計画をつなぎながらステップアップをしていくということが経営戦略の目的であるとするならばやっぱり年度計画の意味年度計画の意味が明確になりますし、えー、社員がことの今年何をやってもらうのかどういう能力習得をするのかどういう活動をやってもらうのかということがより明確になってくるということになりますそして4番目がいわゆる社外ステークホルダー等への対応ということでその やっぱり成長戦略がある会社こういう経営戦略がしっかりした会社っていうのはステーークホルダーにとってもあの安心感があります皆さんの銀行でその会社を見ていくために無手かつてただただ無鉄砲でやっていく会社をどう見るのかあるいは経営戦略に目がこうしっかりと描いてそれに基づいて毎年の年計が年度間計画がしっかりあって着実にその経営戦略の実現に向けて動いている会社がある。 それがしっかりとした成長戦略とつながっているとしたらどっちが安心かということもこれも火を見るよりも明らかなわけでありますね。 そして当然、投資を行っていくそういう投資というのはまあリスクマネーでありますでそういうリスクを銀行なんかからまあリスクマネーを引っ張り出すという上でもやっぱり何もない会社にただこれを投資させて収益がどうだとかっていうそういうね返済財源がどうだっていうだけじゃなくてその成長戦略の一環として経営戦略の一環としてこういう投資を行いこれがどういうふうに毎年毎年の売上増につながっていくそういうストーリー性があった方がはるかにリスクマネーを呼び込む。 いうこともできるわけでありますねまあ、そういった意味で経営戦略はいかに重要か事業性評価においても必ずチェックをしていかなきゃいけないのかということがよくわかるわけであります次の資料をご覧ください次の資料は経営戦略の調査ポイントということでありますけれどもここでは5つ書かせていますまずはそもそもその会社に経営戦略があるのかないのか これはまあそのもちろん明文化されているものがあればベストでありますけれども中小企業のサイズあるいはまあやり方というのはこの様々でありますので紙がないから絶対ダメだとまでは言い切れないでそういった意味ではまずそもそも社長の頭の中にあるかどうかも含めて経営戦略があるのかと。 でない場合が一番困るわけで,でない場合にはじゃあその会社っていうのは未来をどういうふうに考えてるんですかねと自分の会社の将来どう考えてるんですかねこれを必ず確認していくということが必要でありますそして3番目には、まあ、これ何度も言ってますけれども経営戦略というのは未来の環境適合というのが前提になってくるということからするとしっかりとその環境変化というものを描いているのかどう見ているのかということをしっかりと聞いていく必要があります。 でその経営環境に対する変化に対する見方が非常に甘いということになるとやっぱりそこを前提とした経営戦略も甘くなっている楽観的に過ぎるというようなケースもあるわけですねだからその辺のやっぱり頃合いを見ていくためにもこの経営環境変化をどのぐらい読んで織り込んでいるかということは大事だと思いますそれから4つ目がその長期シナリオ経営戦略においてえ強みをそのどうさらに強くしてって そしてそれを生かそうとしているのか、あるいは弱みをしっかり明確に意識し、それを克服するためにどういうふうな動き方をしているのか、これもやっぱりその経営戦略を調査していく上で、要するに弱みを放置しっぱなしでいいのかということですよね。例えば、著しく自己資本比率があって、あの低くて安全性を欠いているようなケースに、全くそこを目を,目を向けないまま、財務戦略をやっていって、リスクだけを追っていくそれだとやっぱりなかなかついてこない。 やっぱり自己資本比率を積み上げるためにはどういう財務戦略を描いているかってあるわけでありますから、まあ、そういったところもしっかり見ていくということそして今ちょっと触れましたけれども5つの個別戦略についても触れられていれば、まあ、ここまでできていたら最高の部類ですね経営としては。 あのこの人材、投資、財務、組織、情報、知財の5つの戦略までしっかりできているような企業があれば、まあ、これは経営のレベルとしてはトップクラスだと思いますが、まあ、そこまでいかないにしても、社長が明確に頭の中に持ってる、シナリオを持ってるということは、ね、これ聞き出す必要がありますね。それだけでも十分だったと思いますね。さあそれれでは次の資料をご覧くださいまませ、えー、最後になりますけれども 我々がやっていくまあソリューションビジネスとこの経営戦略がどうつながっていくのかということなんです。で、まあ、あのソリューションビジネスの,あの基本というのは企業価値を高めることです。企業価値をか高めることによってより儲かる会社を作るより持続性の高い会社を作っていくということになりますけれどもその,そのソリューションビジネスのやっぱり要定というのはですね より大きなな部分を抑えるとということなんですつまりその、まあ、これ医療なんかを例にとってもねあのち,ょちょこちょこっとその傷を、まあ、軟膏かなんかを塗って終わらすというようなソリューションなのかやっぱりしっかり受要性評価という全体の健康診断を精密に行ってそこでまあどういうふうに治療方針を立てたより大きな方針の中で5年をかけてこういうふうな健康な体 あるいはこういうことをやっていくために十分なまあその体操トレーニングまで含めて体を鍛えていくというところまで含めてやっていくのか、そういう骨太のところに抑えられることによってソリューションっていうのはより大きなもの継続性のあるものになってくるわけであります。そういった意味ではまずもって経営戦略っていうことを押さえていくと必ず実現したい未来5年後とかっていうことが出てくるんですね。そうすると5年後のありたい姿っていうことが出て 明確になれば、今の現状との差ギャップっていうのが必ずあります。で、このギャップを埋めるということがソリューションビジネスなんですよね。だから、その細々とした部分部分の手当をする。その人事のところだけとかそうじゃなくて、経営戦略の中で現状とのギャップ分析をしていくと、組織上の課題。あるいは投資上の課題。 あるいは人材、IT 様々なさまざまな5つの戦略分野に対するギャップが生じてくるでその1つ1つに計画的なソリューション提供ができるということがあればその本当に骨太での企業価値向上をすることができるということであります。そして それが引いてはですね銀行にとってもその単年度単年度だけでその部分的なソリューション提供でやるっていうのではなくて根本的に会社と4つと組んで毎年毎年の,その今年はこれをやっていきましょう来年はあれをやっていきましょうということで継続的かつ大きなソリューション提供をやるということで存在感を出せますしこれがまあ収益機会の大きさ あるいは継続性ということを生んでいくということでこういうそのソリューションビジネスのやり方をしていかなきゃもう本当に小手先で毎年毎年その自転車操業みたいなことだけではです、ね、あの銀行のビジネスモデルというのは確立しないというふうに思います、まあ、最後になりますけれどもあの私の書いたこの事業性評価と課題解決型営業のスキルの本ここにもこの経営戦略の見方について詳細に書いてありますのでぜひこの本もご覧いただきたいと思います ありがとうございました。